じゃあまずサドルロックの基本的な形から説明します。サドルロックはこう、こう、まあ、どっちか一方から外掛けみたいな形を作って、こういうふうに相手の足をこういった状態ですね。で、この相手の足の間でこう三角締めを組みます。こう外側ではないです。内側にこう自分の三角クラッチ組みをして、で、遠くの方の、まあ、この足にこうフック引っ掛けるようにして、で、このままだと相手こう動いて逃げてしまうんで、こう遠くの方の足ですね、遠くの方の足を引き寄せてこうフットロックの形で抱えます。こうすると相手は、まあ、自由に動けないので、まあ、ロックすることができますね、相手の動きが、まあ、これが基本的なまず形です。じゃあここからの基本的な形から、まあ、2バー、膝十字いきますね。まずこっち遠くの変えた状態ですね。この状態からこっち離して、こう今度は近くの方の足ですね。近くの方の足をこうアンダーフックで抱えますね。これ上から普通に同じようにフットロックの、こっちと同じようにフットロックの形で抱えると、ジュースルーの場合あの反則取られる可能性があるんで、これはしません。こうですね、アンダーフックで体です。こうですね、まあ相手結構ダランって寝るんじゃなくて、こういう風になんか起き上がってきてると思うんですけど、この状態の相手の首をこう抱えますね。そしたらここまで作ったら三角締めのクラッチ外して、この右足ですね、右足をこの相手の太ももの裏にフック引っ掛けます。そしたらこの左足をちょっとこう前傾してこう上の方に登っていって、でこのまま、まあ、足抜いてパスガードしてもいいんですけど、この状態から腰をきっちり切って、しっかりこう足をこう、まあ、三角形の形で、うん、この相手のこのお尻の、なんていうか、割れ目っていうか中心線にこう足をこうかけるようにして、でそのまま相手のこの足をチョークスリーパーのような形でホールドして、でしっかり腰突き出して、あの腕十字と同じ要領で決めていきます。まあ、膝十字とは別パターンなんで、トーホールドに行く場合説明します。まあ、さっきと同じようにこう近い方の足ですね、アンダーフック作って、相手の頭を抱えて同じようにこうフック作って、こう上に登っていきます、ね、で、こう僕はこう膝十字で伸ばしたいですけど、相手は嫌がってこう足曲げてきたらどうする、で膝十字いけないときは、ホームは相手の小指側しっかりこう手でしっかりフックして、同じようにチョークスリーパーの形作って、でこのまま相手の膝を折りたたむようにして、こう遠くにこれ決めていきます。さあ。